南葛のホーム奥戸、今キックオフです。佐賀元 GM、 こちら序盤ですけれども、面白いですね、はい、さあ来たロングシュート、ロングスローです。ヘディングで合わす、これは岡原キャッチです。ミスには気をつけなければいけません、うん、面白い。さあ加藤、いやスペースありますよ。スペースが前線にある。さあ走り込んできているのと、うん、つかみです。うん、面白い。呼んでいる宮沢、ふわっとしたボール、ファーを狙っていきましたが頭を越えていきました。ドリブルで上がる宮沢、ランダのボール通されて、くさみだ。もう惜しい、エリア内、惜しいチャンスになりました。うん、おーっと、非常にチャンスのディフェンスから、これチャンスになる。このシュート、この宮沢の左足、いや宮沢ナイスプレーでしたけどね。今10番の小林追っている。ここは注意したいですね。コースを塞ぎたい。さあ小林対加藤、うん、ナイス。これはラインを割りますね。しっかりと岡原が、ナイスショットに入りました。フリーですよ。ナイス。左から左スライド下平。さあこれはチャンスになる。エリア内は3人。ああ、打ったか。うん、まあ、多分とはいえ、はい、村は言ってたと思いますけど、あ、チャンス。これチャンスですよ。さあチャンスです。このから下平。さあエリア内3人4人。おお、面白い。低いクロスを狙ってきました。いや、徐々にゴールに近づいてる感はありますね。あ、ね、相手のところに来てるような感じになってますね。今日はそんな印象がありますね。うん、ナイス。チャンス。あとこれすぐ。さあ中くすかみです。戻して宮沢の左足シュート、あー惜しい。これだます。ここにも相澤、まあ、相手もやっぱり宮沢のあそこの左足はちょっと警戒してますよね。うん、面白い。ナイス加藤、いい取りました。さあ位置に受けた、はい、ボール。マイナスに出していきましたが、いやでも今までの加藤の進入の中で一番良かったですけどね。はい、うん、押してますよね。そう、山が倒されると。ナイス。浦坂さん、勝ち点3を掴み取れ、応援してます。そして健太さん、昇格同期のライバル対決、ゴール南葛で勝利を掴み取ってください。そして最後は武さんです。会いましょう。さあ、あの、お後半開始しました。前線で奪った元に変わって出たのシュート、はい、翔平多くのチャンス、うん、これちょっと危ないですよ。小林のシュート、左足。おお、中にはくすかみ岡田、しまいません。伏せ、個人技を見せる。一つまたいで外に展開、右足で上げていく、振り返したい。ナダル加藤です。相澤失わない。ナイス。相澤オープンスペースに出た、ふわっとしたボール、中くすかみ勝負だ。くすかみと変えますね。くすかみに変わりまして17番、スーパーサブ、ここまで5得点村越が入ってきます。うん、チャンスだ、チャンス。収めて展開、左サイド。さあ村越、勝負。得意の位置から勝負、カットインからのシュートいけるか。中尾ビルシュート、惜しい。いやー、ナイスプレーでしたけどね。いや、らしさ爆発でしたけどね。チャンス、チャンス。相澤クロスのシュートに行きました。低いボール、ちゃんと繋いでますね。お、危ない。うんと、少しパスが短くなった。うーん、これはミスに救われましたが、いやいや、こういうの本当に危ないですよ。うん、ここで伏せ拾いたい。ナイス。のー、これはナイス。ナイス。いい方向に力強く蹴り出して、さあ1対1の状況を作った村越、勝負に行きたい。中、宮沢、右足シュート、あったクロスバー直撃、まだある、まだある、シュートー、今度はポストだ、どうかな、まだある。さあ決定的な、
上がりをまだ切られます。さあクロス中に宮沢、ホイッスルはコーナーじゃない、これはコーナーキック、コーナーって言ってるよ、アシスタントレフェリーが。さあ村越、いけいけ、スペースがある、前にも横にもスペースがある、こないついてこない、ファールない、ナイス。さあ前向く、伏せです、クロス、そのボール飛び込め、出していきました川口。いやいいですね、マーさん飛び込めっていい、いい実況ですよ、実況じゃないですけどそうです、いい実況としてはあれですね、良くないです、いい、ね、確かにね、はい、はい、いいですね、決めてくれ南勝、まあ、2人来ますよね、ここばっかりやられてますからね、ナイス、ね、村ナイス、もう腰からチャンスができる相澤、前にワンタッチ、宮沢からシュート、しいやー加藤の血を這うようなミドルシュート、いやしかし宮沢のワンタッチプレーも見事でしたね、今加藤のアイシュートが枠行くの奇跡ですからねそうですか、褒めてあげてください、いや褒めてますそうですね、強に攻撃を繰り返す宮沢、うん、そして加藤曲がっていく中、伏せから逆サイド展開、ここに村越、外を回るのが下平、中で勝負、落としたボール、シュート、あー惜しい、のボール取るべき、相澤体を当てて取りました、ノーファール、シュート、これ奪いたい、奪った、ボールのシュート、もう、はい、最後の勝負ですね。さあここでお待たせしました、佐々木龍太で、これでまた宮沢が右に戻って、はい、佐々木龍太と、岡田のツートップですね、20番の佐々木龍太、うん、内部、さあ加藤、人数いますよ、リングスペースから、さあエリア内3人、4人、うん、こぼれてゴールキック、ちょっとポイントずれてる、危ない、ワンバウンド、こぼれたボール、うんと、ナイスキーパー、キャッチです、ナイスキーパー、うん、キャプテンの岡原、外を使う、エリア内3人、岡田に収まるか、シュート、ゴール佐々木龍太のダイレクトボレー、先制点は南葛 SC、なんだそのゴール、いや素晴らしいゴール来ましたね、外を使う、エリア内3人、岡田に収まるか、シュート、ゴール佐々木龍太のダイレクトボレー、先制点は南葛 SC、 なんだそのゴール、いや素晴らしいゴール来ましたね、岡田の競り合いからこぼれたボール、帰ってきました佐々木龍太、俺たちのエース大復活、そのまま足は右足のボレー、まさも泣きそうです、はい、あります、クリア、オッケー、ナイスプレー、足が切れた形、オッケー、試合終了、やりました、やりましたね、勝ちました、南葛SC、スコアは1対0、帰ってきた男20番佐々木龍太の得点、見事勝利、勝ち点3、いや苦しいゲームでしたね、まあ、時間が限られた中で、まあ、出場して、まあ、0-0 で、まあ、絶対勝たなきゃいけない試合だし、得点が欲しい時間帯で、岡田がいい感じでボール落としてくれたんで、まあ、ちょっと上に上がりすぎたかなって感じしましたけど、まあ、あとはうまく、足振ってミートできたんで、それが良かったと思います。日替わりヒーローというか、もう誰が出ても結果が出るようなチームになっていかなきゃいけないと思うので、特にこのラストは、なんで今日は僕が取れましたけど、まあ、次の試合とか次の試合とかはまた違う選手が点を取って勝てるような、そういう雰囲気に持っていくのも大事だし、そう持っていかないといけないと思います。ここから先もっともっと点取って、自分自身も南葛SCを応援してくれて皆さんに期待の応えられるようなプレーとゴールで、見せていきたいと思うので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。